うわっさー、どうも、琵琶湖ガイドのなずみです。よろしくお願いします。後ろにいるのは僕の駐停しているマリーナオリーブさんのお社長でございます。はい、ですねどうしたんですか頑張って。あ、ありがとうございます。はい、5月の、15日の、日曜日、今日も琵琶湖ガイドでした。で、昨日結構釣れたんですけど、まあ、今日は、ちょっと魚を見失ったかなっていう感覚があったんですけど、というのもウィードに、ベイトフィッシュがリンクしているエリアを、探しているんですけど、それがやっぱベイトフィッシュを追いかけるん でそのベイトフィッシュっていうのがコアユだったりワカサギだったり、結構流線系の小魚なんですけど、まあ、それらの、ベイトたちって結構動き回って、もう日によってポジショニングをめちゃくちゃ変えるんで、毎日毎日釣れる場所も違うんですよ。でそれを探すのにちょっと今日は、ベイトフィッシュがいっぱい溜まっている場所がたどり着けなかったかなっていう、まあいるのはいるんですけど、まあ、で釣れないわけではなくて、今日は、ゲストさんの中岡さんがネコリグで、まあ、1匹釣っていただいたんですけど、まあ、せっかくなんで、ネコリグのおすすめフックの紹介をちょっとしていこうかなと思います。で、ネコリグ、僕はこれを使ってます。これです。ザップ社のドゥープフックってやつです。これ大好きで使ってますの、ネコリグは1番と10、ここに番手が書いてあるんですけど、1番と10を使うことが多いです。10の方がでかいですね、フックの大きさ的には。で、よく使っているワームがトルキーストレートとか、キンクエアとか、まあ使うんですけど、だいたいね 3.8 インチぐらいだったら1番を使ってます。で 4.8 インチとか 5.8 インチの、大きさはこの10を使うことが多いです。もうこれしか使わないです、僕はネコリグ。あ、ちなみに軟骨のネコリグはこれです。ホッコも使うんですけど、まあ基本はこれです。で、なんでこれを使うかって言いますと、まずこれ眠り形状になってて、針先がぐるんって曲がってるんですけど、まあこういう、ちょっと分かりにくいですかね、まあ、こういう形なんですけどね、眠り形状って言いまして、で眠り形状にすると基本的にはフッキングが悪いって、その代わりに、バラすのが少ないっていう特徴が、まあ、一般的にはまあ、あるんですけど、これはフッキング率もめちゃくちゃ良くて、まあ、もちろんバラさないっていうので、で針が折れることも曲がることもあんまりないんで、まあ、僕はこう好きでこれ使ってます。琵琶湖のデカバスも、これで釣れるんで、もうこれでほとんどバラしたことがないんじゃないかなっていうぐらいおすすめなフックです。なのでもうこれ以外に僕が使う、理由がなくて、もうこのちょっとこの何ですかね、軸の太さもちょうどいいし、細すぎず太すぎず、すごい大好きで使ってます。でこれネコリグでドゥープフックの10と1番を使うことが多いんですけど、このドゥープフックの3番ですね、これはダウンショットリグ、カズ釣りとかでもよく使うんですけど、カットテールとかレッグワームのちっちゃいワームをつけたダウンショットリグはこのドゥープフックの3番で使ってます。なのでダウンショットにも最適っていうことですね。なのでネコリグとダウンショットはドゥープフック、僕は、おすすめしてます。この針メーカー何のサポートもついていない僕が言う、この忖度なしのフック紹介です、今回は。なのでネコリグダウンショットは、ドゥープフックを使うことが多いです。っていうかもうほぼこれです。なのでゲストさんたまに使っている方おられるんですけど、これを持ってきて使っていただけると、まあ、嬉しいです。まあ、もちろんその独自のそれぞれの、ネコリグダウンショットの針理論があると思いますので、まあ、信頼している針を持ってきていただいて大丈夫なんですけど、まあ、迷っている方とかもしおられましたら、このドゥープフックおすすめです。フッキングも良くて、まずバラさないで折れない、曲がらない、もう最高のフックです。はい、そんな感じですね。まあ、こういうちょっと現場からの、忖度なしのリアルな、おすすめの道具とかをちょっとありましたら今後も紹介していこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。というわけで5月の15日の、琵琶湖のなすびガイドの近況とマスバリおすすめフックの紹介でした。ありがとうございました。